連南や王族自治権は中華、人民共和国関東二章清志園しに位置する自治権。権域は、新大は調査軍、関大は慶応軍、三国から、新大は司教軍、南北朝時代は日山軍に属していた。589年、隋朝により、広志平軍が設置されたが、東朝により、練習管轄に改められ、南宋末まで添い重ねされた。 現代になると、道制の採用により、練習路と改められた。1703年、新庁は、利用道地を設置、甲州府の直轄都市新末まで用いられた。1912年、中華民国が成立すると、洋ところを設置、八尾族居住地域を管轄していた。1927年には、関東省政府管轄の連用化。 要局に、1935年に安価管理局、1946年に連南県と改変された。中華人民共和国が成立すると1953年3月に連山県と合併し、研究の村地南青族自治区が成立したが、1954年2月に連山県が分割されて復活した。 1955年9月に連南野尾族自治区は、連南野尾族自治県と改変された。1958年5月に、連山県は、連山地湾族や尾族自治県と改変された。1959年3月、連県、非山形、連南野尾族自治県、連山地湾族や尾族自治県が合併し、連備、各族自治県が成立した。 1960年12月、日山形が分割され、連比、各属自治権は、連州各属自治権と解消された。1961年10月、連州各属自治権が分割され、連県連南やおぞ地湾属自治権が成立、小石地区の管轄とされた。1962年3月、連南やおぞ地湾属自治権が分割され、 連山地湾族やお族自治権、連南やお族自治権が成立した。1988年1月に、新園市に移管された。株に七賃を管轄する。ありがとうございます。